頑張って。じゃあお先に。お疲れ様。ございませんが、それはちょっと難しいですね。社長にそのことを伝えたら社長は怒ります。なんとかお願いできませんか。ではできましたら料金の 100% 下げていただきたいんですが。申し訳ございませんが、それはちょっと難しいですね。そうなんですか。申し訳ございませんが、あることはちょっと難しいですね。仕方がないですね。では、失礼します。これを伝えたら、社長は怒るかな。社長に伝えたくない。じゃあお先に。あ、ダメダメ。はあ。社長、今ちょっとよろしいでしょうか。出て行け。はい、出て行きますよ。待って。寿司屋の仕事はどう。実は寿司さんにお金を求めたが、お金を払ってくれませんでした。そうか、払わなかった。払わないということはちょっと。源、足立。はい、どうしたらいいでしょうか。寿司屋人を殺さなければいけない。源、この仕事はやりたいか。すみません、それが。社長、今猫の手も借りたいぐらい忙しいんです。足立は忙しすぎるか。それが私も手が離せません。それで私もできません。そうか、仕方がない。暗殺者を雇わなければいけない。します。いつもお世話になっております。佐々木さんはいらっしゃいますか。榊でございます。いつも世話になっております。佐々木さん、
実は仕事をしていただきたいんです。それで、説明会来ていただきたいんですが、お願いできませんか？はい、いつがよろしいでしょうか？今日の午後2時はいかがですか？ええ、今日の午後2時でしたら構いませんよ。よろしくお願いいたします。それでは失礼します。失礼します。